ージだけでは経費にならない。チャージと取引利益のセットが経費の条件。経費計上における3つの注意点。バッコミスから経営を強くする。5分でわかるバッコミスの竹内です。移動のたびに切符を買ったり小銭を気にしたりしなくてもいい交通系 IC カードは忙しい個人事業主の皆さんにとって強い味方ですよね。何よりも支払いの履歴が自動で記録されるのが非常に便利です。ただこれをやらないとスイカ、パスモといった交通系 IC カードで経費精算ができないいくつかの注意点があるのはご存知でしょうか。この動画さえ見れば交通系 IC カードで支払った交通費をミスなく経費に計上できるようになるかと思います。交通系 IC カードでの経費計上をもっと楽にする裏技もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。本日のメニューはこちらです。一つ目の注意点は取引履歴が消える前に印字することなんです。そもそも交通系 IC カードは時間が経ったり取引履歴の件数が増えたりすると古い取引履歴が消えてしまうってこと、皆さんご存知でしょうか。取引履歴をどのくらい遡れるのかはですね、交通系 IC カードの種類によって異なります。例えばパスモなら、期間は過去26週間、件数は20件まで遡ることができます。でもこれ意外と少ないと思いませんか。なのでだいたい月末に経費計上を行うことが多いと思うんですけども、取引履歴はこまめに出力するようにしておきましょう。また自分の使っている交通系 IC カードが過去何週間分何件までの取引履歴を遡れるのか、これきちんと確認しておきましょう。 IC カードの履歴は消えるんです。特にですね、交通機関での移動が多い方は取引履歴が消えてしまわないようにこまめにこう印字することを心がけてください。そして二つ目の注意点がですね、チャージした時点では経費にできないということなんです。例えばなんですが、パスモに1万円をチャージしたとしましょう。その1万円がですね、仮に交通費のみに使う予定のものだとしても、チャージした時点では交通費として経費計上ができないんです。チャージされた1万円が経費になるのは、あくまで交通費として使った時なんですね。新幹線でこの5000円分を使ったら、その時点で5000円が経費として、そしてバスで200円を使ったら、その時点でその200円が経費として計上できます。スイカやパスモに入れたお金は、交通費だけじゃなくて、コンビニでの買い物にも使えますよね。で、仕事以外で電車やバスに乗るときなんかも同じように使えます。あくまでも、仕事の経費として使った分が、交通費として経費計上できると覚えておいてください。ということは、IC カードから交通費を支払って、経費として計上するときはですね、IC カードの履歴から仕事に必要な交通費のみ抽出しなければいけないんですね。これが3つ目の注意点になります。スイカやパスモはコンビニやカフェでの支払いにも使えますよね。ちょっとした買い物をパスモで済ませちゃうととても楽です。普段はお財布から現金で支払ってる人もですね、時間がない時とかレジが混んでる時についつい定期利用の中からスイカを出してピッと支払いをしてしまうなんてことありませんでしょうか。でもこれ買い物するその時は確かに楽なんですけど、経費の処理をするときに非常に面倒なんですね。普段の買い物と交通費を同じ IC カードで支払ってしまうとですね、1枚の交通系 IC カードの中に仕事の交通費、プライベートの交通費、そして仕事の経費、プライベートの飲食代の履歴が出てきます。こういった取引履歴の中から仕事で使った交通費だけを抽出しないといけなくなります。これってめちゃくちゃ面倒じゃないでしょうか。交通系 IC カードの履歴は金額は残高しか印字されないですからね。いくら使ったか手計算になります。ほんと気が遠くなる作業なんですね。しかもですよ、取引履歴がどん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 増えていくので、経費としての取引履歴が気づかないうちに消えちゃうこともあるんですよ。なので、交通系 IC カードの経費計上を楽にするためにも、できれば仕事専用の IC カードを持つようにしてください。さらに、その仕事専用の IC カードも、できれば交通費だけで使用するようにしてください。仕事の交通費、仕事の経費、この履歴が混ざった中から交通費だけを抜き出して金額を計算する作業もやってみたらわかると思うんですが、本当に大変なんですね。仕事用とプライベート用の IC カードをこうきっちりと分けて、仕事用は仕事の交通費以外のことには絶対に使わない。ダメ絶対と覚えておいてください。こうすれば、この取引履歴の中から仕事の交通費として使ったものを探し出す必要がありません。ちなみに交通費以外の仕事の支払いですね。例えば、コンビニやカフェでの支払いは、プライベート用の IC カードを使用して支払って、レシートをもらえば OK です。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。交通系 IC カードで経費計上する場合の注意点について、ご理解いただけましたでしょうか。質問や気になることがありましたら、ぜひコメント欄までお願いいたします。
この動画がお役に立ったという場合は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バックオフィスから経営を強くするバックオフィスサポーターの竹内がお送りしました。次回もお見逃しなく。